7月10日、世界保健機関は世界中の感染者数が過去6週間で倍増し、過去半年の合計感染数を上回っていると述べた。これは当初予測されていた6月以降、流行が減少し始めるのではなく、より急速に加速していることを示している。 ホップキンス大学の統計によると、7月10日現在、アメリカでは310万人がウイルスに感染しており、そのうち13万4千人が死亡したという。アメリカは感染が深刻な国であり、世界の感染者と死亡者の4分の1を占めている。現在世界中で1200万人が中共ウイルスに感染している。 世界保健機関の緊急対応責任者のマイク・ライアン氏は10日、現在の状況下ではウイルスを根絶することは不可能であり、新たなウイルスが長期間存在する可能性があると述べた。また、感染者数の増加を抑えることができれば、第2波のピークによる世界的な都市の再閉鎖を回避できる可能性があるとも述べた。 しかし WHO 事務局長のテドロス氏は世界中の状況を見ると新しいコロナウイルスの流行は依然として深刻であるがそれでも制御できると示している実際世界保健機関が中共ウイルスは混雑や密閉換気の悪い環境では空気を介して広がる可能性があることを公式に認めたのは7月9日だった 現在、世界的な流行の新たな感染者数は過去最高を更新し続けているが、中共が1日に報告している新規感染者数は基本的に1から2桁台で推移している。しかし、外界からは疑問視されている。7月7日、海外中国語フォーラムにて、医学先法というブロガーが中共ウイルスに感染した一部の人は、 すぐ症状が現れないが、ウイルスは体の臓器に静かに侵入している。主にリンパ系を攻撃し、免疫系の弱体化を引き起こし、また、神血管系や脳血管系の問題を引き起こす。血管内皮細胞の損傷は血栓を生じやすくすると発表した。7月11日、アメリカメディアの報道によると、アメリカの病理学者は、 中共ウイルスで亡くなった患者の解剖で最も印象的な所見の一つとして次のように述べている。一つはほぼ全ての臓器に血栓ができているということだしかしそれは医学先法のブロガーが述べたことを裏付けているようである。 今年1月以来、医学先法と名乗るブロガーが中国の流行状況に関する情報を継続的に発信しており、中共当局者や専門家より数日間リードしていることが多く、事前に発信された情報や中共ウイルス病理学的記述の一部は海外メディアでも確認されている。現在、 ウイルスはすでに分化しており、それはウイルスが持つ遺伝子断片とその病原性に現れている。ウイルスの全体的な進化は4月にブロガーが予測したものとおおよそ似ている。 さらに、このブロガーは、早くも4月には、中国で連日、数千人の新たな感染者が出ていると投稿しており、流行の第2波は発生していると思われるが、ほとんどの人は無症候性であり、中共当局は引き続き流行を隠すことができる。 このウイルスは統一された治療ガイドラインでは症状を正確に説明することができず、時間が経過するにつれて症状が紛らわしくなっていく。今良い方法はない。この疫病のせいで人類はめちゃくちゃになった。最近アメリカに亡命した香港大学のコロナウイルス研究室、元香港大学の専門家であるエンレイム氏は フォックスニュースのインタビューに応じ、中共ウイルスの流行について懸念を述べた。園氏は、このウイルスの正体がわからないので、集団予防接種を期待しないでください、と言った。このウイルスの特性を、これまでの経験に基づいて判断することはできず、ワクチンに頼ることもできない。現在600人に1人程度が中共ウイルスと診断されているが、今後も、 急成長を続け、将来的には100人に1人、50人に1人、10人に1人となる可能性がある。つまり、誰も逃げられないということである。ン師は人類に正しいことをするための時間が残り少なくなっているという。